それでは日本代表選手団メダリスト記者会見を始めさせていただきますあの、えー、この東京オリンピックで、えー、目標としていたあ2連覇を達成することができて、えーまあ、達成感というよりかは安心感の方があ強いです。えーまあ、井上監督のお となった2013年からあ代表となって、えー、9年間、まあ、あの井上監督のもと、まあ、2回のオリンピックで、えー、2つの金メダルを獲得できたことを誇りに思います、はいえー、初のオリンピックの舞台が東京ということでその舞台で金メダル取れたことはとても 嬉しく思いますし、まあ、兄弟で、まあ、同日優勝もできたので本当に良かったなという気持ちです、はいえー、リオから5年間、えー、ずっと悔しい気持ちを持ち続けていたので、えー、この金メダルが取れて本当にほっと,としていますし、えー、やってきて良かったなと、えー、改めて思っています。日本 のあ日本全体の最初日ということもあって、えー、金メダルではなく銀メダルだったのですが,いい,流れが、えー、いい流れでスタートできたかなというふうに思います、はいえー、東京オリンピックという舞台で金メダルを取れたことにすすごく喜びを感じています、えー、初めてのオリンピックに出場して、えー、金メダルを目指していたのですが、えー、銅メダル で終わってしま、えー、銅メダルを獲得してで、まあ悔しい気持ちはありますが、えー、正直ホッとしています、えー、個人戦は悔しい結果に終わってしまいました、えー、ですがこのチームでみんなと一緒に戦えてよかったですありがとうございました、えー、個人戦で目標としていた、えー、金メダルを取ることができて え、まっすに嬉しかったです。また、団体戦でもこのチーム一丸となって戦えたことを誇りに思います。思います。えっと個人戦では思うような結果出せなかったんですけど、団体戦でまあ、団体戦も決勝で負けたんで負けたんですが、あのまあ、このチームでやりたことにすごく、えー、幸せだったし楽しかったです。はい。 えっとまあずっとこの東京オリンピックで優勝するということを目標に掲げていたのでその目標が達成できて、えー、素直に嬉しいです。個人戦では非常に残念な結果に終わってしまったのですが団体戦ではこの素晴らしいチームの一員として試合はできなかったんですが一緒に戦えたことをとても幸せに思います。この コロナ禍という中で東京オリンピックを開催するためにたくさんの方が準備していただいて最高の舞台を用意していただいたことに感謝の気持ちでいっぱいですまた個人団体ともにしっかり結果を残すことができて嬉しく思います。東京オリンピックで金メダルを取ることを目標にこれまでやってきたので金メダルを取るという目標を達成することができてよかったと思います えっと、あのオリンピックでの金メダルを目標に練習を頑張ってきたので、えっと、今大会、金メダルを取ることができて嬉しい気持ちとほっとした気持ちがあります、まあ、あのルール変更はこのオリンピックのたびに、まあ、柔道という教育はあされていて、まあ、また大会ごとにこの審判の傾向だったりというのもお変わっていくというのが一つう難しさが。 今大会に限ってはあの例えばあの反則の指導が遅かったとかっていう、まあ、特徴があった大会だったというふうに思います、まあ、その中で、えー、私自身も、まあ、他の選手もそうなんですけど今大会はやはり我慢という言葉が一番、まあ、適切になってくるんじゃないかなとやはり我慢しきれた選手が。 まあ金メダルを獲得、好成績を収めているんじゃないかなというふうに感じています。まあ、あのこのオリンピックという舞台を限定すればそのやはり各国の選手、そのまあ抱えているもの、背負っているものっていうのが全く違いますので普段の国際大会とは違った。まあ 温度感で戦ってくるやはり必死さが違うなというふうふに改めて感じたのでその中で、やはり投げるのは容易ではないなというふうに感じましたまああの今後、パリまであと3年ありますけどまあ私自身はまあ今後の柔道のことはなかなか考えられないですけどまあ今、この日本チーム 若い金メダリストが数多くいますので、まあ、そういった選手が、まあ、日本柔道を引っ張っていってほしいなというふうに柔道は、まあ、ルール改正がまあ多くて、まあ、多分、その理由としてやっぱりそのやっぱ見る選手よりもやっぱ見る側の,そのことを考えてのルール改正だと思うんですけど、まあ、そこは本当選手一人一人は大変だと思うんですけど人気応変に。 対応していくことがまず大事で、まあ、これからも多分ルールはちょこちょこ変わっていくのかなという,ふうには思うんですけどそういう中でまあ対応力のある選手がまたこれから勝っていくんじゃないかなというふうに思います今後の、まあ、僕の目標としては、まあ、100キロ級で世界選手権オリンピックととることができたので階、まあ、級変更も視野に入れながら、えー、少し検討していきたいなというふうに思っています。 鹿児島に帰省するときには、えー、だろうな柔道の楽しさなどを伝えられたらいいかなと思います、はいえーまあ昨日の男女混合団体戦で、まあ、井上、えー、監督の体制は最後ということで。 まあ、昨日もお,お話ししたんですけど、まああのー、負けて悔しい気持ちそして、えーまあ、井上大聖が終わるあ寂しさ、切なさ、まあ、自分自身個人で2連覇を達成した安心感と、まあ、そういった本当に複雑な気持ちが入り混じっていますで私のお柔道人生というのは本当に井上監督とともに 初めて見たオリンピックも2000年のシドニーオリンピックですし初めて代表になったのも井上監督となった2013年からで、まあ、本当に井上監督のもと リオ、東京と2大会で、えー、オリンピック連覇を達成できたこと、まあ、これは本当に私の柔道人生の一番のお本当に誇りになっています、まああのー、最後、監督を男にできなかったとっいう悔しさはありますが、まあ、なんかそれを笑顔で。えーまああのー うん、受け入れてくれるそして、胸を張って表彰式に行ってこいという,ふうに言ってくれる監督の,その優しさ、度量というのを改めて感じる機会にもなりましたし、えーまあ、次の体制になってその忘れ物というのは3年後、まあ、あのしっかりと取りにいくべきだなという,ふうにも感じています。えー、ロンドンド五輪が終わって 日本の柔道、重量級が低迷する中日本柔道の重量級の再建という使命を井上監督に与えていただいてその使命を今回全うできなかったということが非常に悔いに残っていますですが、井上監督のもとここまでやってこれたことまたここまで導いていただいたことに非常に また自分の今後の人生に、えー、この経験を役立てていければいいなというふうに今は考えていますうんまあすごい、えー、たくさんの、まあ、コメントを、まあ、メッセージだったりもらったりしましたし、えー、と神戸市地元からは「誉、えー、レ賞」っていう賞 いただけることが決まってすごい大きい賞だということは知らされているので、まあ、本当に、まあ、神戸という地元から、まあ、兄弟で2つ金メダル取れたっていうのは、うん、すごい本当に良かったのかなっていいう,うに思います、えー、あまりびっくりするようなことはなかったんですが。 えー、たくさんのメッセージがあり、すごく。オリンピックはやっぱりすごいんだなっていうふうに感じました。ありがとう。<laughs> もうちょいやりますか。はいや、えー、ほん、本当に、だから。いや、思いの結果は出せなかったんですけど。あのー、やっぱり自分、地元が二つあると思ってるんで。 富山県と新潟県二つあるとその二倍人より二倍応援してもらうってことはすごい力になったし、えー、みんなの応援のおかげであの個人戦ダメだったけどそれ次の団体戦に切り替えれたかな,なんかだんがな,な,なって <laughs> <laughs> 思いました本当にありがとうございました。えー、うんそうですねうん。 まずはそのまたパリオリンピックに向けてあのまた目の前の大会一つ一つを大事にあの戦っていきたいと思っていますそしてあの自分には全然本当に足りないところだらけであの技の面だったり組み手の面だったりパワーもまだ足りないですしスタミナも足りないと思うのですべての面で強くなっていけるように努力していきたいと思っています。3年後のパリオリオンピックに向けて もうスタートしてると思うのでしっかり2連覇に向けて簡単ではないと思うんですが日々努力をしていきたいなと思います、えー、足りない部分はフィジカルの面とやっぱり技術の面がまだまだ未熟だなというふうに感じたのでそういう部分をしっかり課題として練習していきたいと思います。 はいえーまあ、関西に帰ったらまあ何をしたいとかっていうことは特にないんですけど、まあ、あの早く、まあ、自宅に帰って休みたいなっていうふうに思っているのと、まあ、あの今、それこそ曽根ちゃんと詩ちゃんが <laughs> 力強い3年後のまあに向けてのコメントをしていましたが。 まああのもうそのパリのことを考えられるのはさすがだなというふうに思いました、まあ、私自身はあもう、まあ、あの次を考えると32になりますし、まあ、あのその3年とかということを考えられる年でもないので、まあ、1日1日、1年1年、まあ、あ実際、体もボロボロですし まあそういったのはゆっくりことをゆっくりまあ自分と相談して考えたいなというふうに思ってます,、えーそうですね、この5年間やってきてなんか本当にその努力が報われた大会でしたし、えー、きついこと、つらいことを望んでやった5年間だったので本当に努力してよかったなと思える大会でした。えー ま地元で、えー、柔道とかまあ、他のスポーツで励む、えー、子どもたちには本当に諦めずに何事でもやり続ければすぐには結果は出ないとは思,思うんですけどいつか、えー、その努力が報われて結果が出ると思うので何事にも諦めずに、えー、取,り取り組んでほしいと思います。